はい、皆様おはようございます。金ちゃんです。ご視聴ありがとうございます。私はただいまですね、高知県四万十市にあります、四万十川、高瀬沈下橋へとやってきました。はい、高知県といえば、もう有名、超有名、もう沈下橋でございます。はい、まあ、こちらはですね、沈下橋の何個かね、いくつか、点在しまして、こちらの沈下橋は四万十川です。はい。ね、日本屈指のね、もう清流、日本最古の清流、四万十川でございます。はい。ね、見てくださいね。鮎とかいっぱいそうですわ。ね、川が綺麗。ね、見てくださいね。一応ね、車も大変で行きますけど、うわあ、まあ、軽自動車だったら、まあ、いくらかね、すごい余裕があるかなっていう感じします。はい。ね、退避はできなくはないかなっていう。だけど、まあ、怖いから、まあ、ね、もう渡りきるまで待つっていう感じがいいかもしれませんね。もしね、来られる方ね。はい。見てください。いやー、四万十川。これが四万十川。すごい。海のごとく、スケスケ。ね、下見えるんすね。意外とね、すごい深いのかなと思ったんですけど、思った以上に浅かった。まあ、多分ね、まあ、そんなに雨も降らんかったので、降っとらんかったもんでね、まあ、水位は多分低めでございます。はい。まあ冬の時期も あるから、まあ、魚はそんね、まあいないのかもしれませんけど、ね、もやがかかって寒いですね。気温が、まあ風あるっすけどね、まあ路面凍結はしてなかったので、気温がまあ5度とか3度5度、うん、まあ、今が一番寒いかもしれないですね、3度か。あ、ちょうど今ね、車来ましたね。行けるかな？あ、すごい。ね、もう、地元の人はね、もうスイス行っちゃいますから。すごい。ね、見てくださいね。こう、だんだん浅くなってね、石だ。うわ、すごいな。ね。なんか物が沈んでると、チリトリかな、なんか沈んでます。はい。ね。魚とかエビとかもね、こういう隙間、ね。ね、エビとか隠れてますんで、ね、だいたい捕食するっていうと、まあ、スズキもそうですけど、クロダイとかも、はい、こういう岩の周りっていうのは結構ね、来ますよね。着きやすい。メバルとかもね、結構隠れやすいんですよね。意外と足元とかね、あと岩の隙間とか、あとゴロタイワとか、そういうところはね、着きやすい。根掛かりもしやすいですけど、ね、魚着きやすくなっております。はい、すごい。これが、高瀬沈下橋です。いやー、すげー、初めて。ね、まあ、地元の方にとったら、普通のごくごくごく生活橋なんですけどもね。本当に寒いです。ね、まだ全然、海沿いに面してないので、まあ、これからね、南下して、海まで出るんですけれども、まだ、やっと、4分の3来たかな、4分の、まあ、半分過ぎたところ、半分、4分の3行ってるかな、行ってないかなっていう感じですかね。こんな場所のね、今ね、位置してます。はい。なんで、愛媛県から、まあ、南下して、高知に、まあ、来ちょるっていう感じになります。
ますね。まあ、経由は松山から南下して宇和島から紀北町へ入って、そこからね、あの南下して、まあ、宿毛とか中村ですね、目指そうと思ってます。はい、なんか緊張感が出るな。すっげー寒い。もう手がすげーかじかむ。すっげーすげー。まあ、グローブで一応やってるんですけど、寒いです非常に。すごい自然がすごい。いかがでございましたでしょうか。こちらがですね、高瀬沈下橋でございます。はい、まあ、どちらかと言ったら、まあそうですね、まあ、松山から目指すと、まあ、わりかし距離はあるかもしれませんね。まあ、高知県側から行くと、まあもうね、まあ、高知市、高知駅よりかはね、そうですね、西側の位置に当たるので、まあ、右斜め、あ、ごめんなさい、左側か、左斜めあたりですかね。ではでは、こちらの、高瀬沈下橋をバックに、この動画締めたいと思います。寒い、めっちゃ寒い本当に。はい、では、どうもご視聴ありがとうございました。